一六項、淡路島断層帯六項、淡路島断層帯は、淡路島北部から大阪府北部に位置する活断層帯である。阪神、淡路大震災で露出した野島断層も、この断層帯に含まれる。政府の地震調査研究推進本部によると、六項、淡路島断層帯は、大阪府美濃市から淡路島北部に位置する主部と、淡路島の住本市から、 南淡路市に位置する先島断層帯からなり、さらに断層主部は六甲山地から淡路島東,東岸に位置する長さ約7 1トルの六甲山地南園淡路島東,東岸区間と長さ約2 3トルの淡路島西岸区間に分類される。六甲山地南園淡路島東,東岸区間が活動した場合、マグニチュードは約7.9となり、明石市から 大阪市にかけての沿岸部などで震度7、加古川市から平方市と淡路島北部で震度6強、また京都市や奈良市などでも震度6弱が予測されている。30年以内に活動する確率はほぼ0%から1%である。淡路島西岸区間が活動した場合、マグニチュードは約7.1となり、淡路島と兵庫県南部の沿岸地帯の広い範囲で、 震度6強以上が予測されている。30年以内に活動する確率はほン0%である。先島断層帯が活動した場合は、マグニチュードは約6.6で、淡路島で震度6強以上が予測されている。30年以内に活動する確率はほぼン0%である。1596年の慶長伏見地震は、東断層帯及び有馬高月断層帯 中央構造線断層帯で発生した地震と推定されている。東断層帯を震源としていた場合、1995年の兵庫県南部地震は、京町伏見地震における地下深くの滑り残し、領域で発生した可能性が考えられている。ありがとうございます。